ね、非常にちっちゃい味買ってます。あと、これイカナゴっちってこう細長いこんなお魚、あまりこっちではね、見かけない魚ですけども、こんな2種類のお魚あげてます。あとね、ホッケのちっちゃいのがあったらそんなのもやったりとかするんですけどね。よし、それじゃあね、バタバタね、お腹減らしますんでね、まず早速ね、少しずつあげてってみたいと思います。ね、よく見ててください。こんなね、幅広くて大きいんですけどもね、案外一口でクックックって飲んじゃうんですね。この子たちのくちばしちょっと見てみ、よく見たらね、上のくちばしのね、先端部分がちょっとこう返しになってましてですね、かじったお魚、まあ逃がしづらいような形になってます。また口の中にもね、歯があるわけじゃないんですけどもね、ギザギザになってましてですね、飲み込めるような形状に、ね、なっててね、魚が逃げないような、そんなようになってるんですよ。よし、マジでざっくり食べてみますね。ここにいるペンギンさんね、フンボルトペンギンという種類です。ペンギンって世界中で、まあ、18種類ほどいるんですけども、ペンギンさんってみんなね、赤道よりね、南極側のね、南半球に生息してます。この子たちもね、案外とね、気候の温暖な地域に住んでるんです。南米のペルーやチリなんてね、国のね、沿岸地帯で、フンボルト海流といってね、温暖な暖流の流れてる、そんな沿岸に住んでます。ですからね、意外とね、暖かいところに住んでますね。ペンギンさん、今、なんかこう、イメージ的にはちょっと寒いところにいるかなと思うかもしれませんけど、南極にいるからね、ジェンツーペンギンとか、キングオーサーペンギンなんかにね、こんな種類しかいません。あとは、南半球、赤道に近い、そこに実は住んでるんですよ。だからこの子たちもね、釧路でしたらね、気候はね、実は寒いんです、冬場。ですから、冬になりますと、暖房を焚いて、ね、暖かくしてあげてます。寒い日はね、あんまり時間外に出さないでね、すぐ閉まってあげたり。考えてね、そんなね、カウンの気に使う部分ですね。ね、ペンギンさんね、空飛ぶことできませんけど、水中ではこのようにね、飛ぶように泳ぎます。またね、朝はね、出した後はこうね、水からジャンプして、あんまり高い位置までね、飛び上がったりすることができます。この子たちも鳥の仲間ですから、当然ね、こう翼がありますけど、これフリッパーって言うんですけどね、ペンギンさんの場合は。鳥の場合はこう、パタパタ羽ばたくのこう関節曲がりますけど、この子たちの関節に固定されてます。このね、水の中ね、泳ぐときに関節があまりピタピタ曲がるようでしたらね、骨折れてしまいますので、一枚の板のような状態になっている。ね、だから非常に硬くてね、叩かれると穴痛いんですよ、このフリッパーでね。ね、早いでしょ、すごくね。今この感じ非常にね、黒白で綺麗なんですけどね、つい先月ぐらいまではね、この子たちもね、鳥の仲間もなもんですからね、羽が割れる時期がありました。寒雨時期というとですね、その頃はね、古い羽が抜け落ちてボロボロになっちゃってね、非常にみすぼらしい状態になってて、その時はね、実は泳ぐことができないんですね。水に潜ることができないもんですから、それ以前に6月末から7月の頭にかけてですね、この子たち大量にご飯を食べて、で、いっぱい太って、痛い、もう何？そしてその間中、泳げないから餌が取れないので、当然ね、絶食状態になります。で、今ね、また買う時期が終わりまして、今すごく食欲がまた湧いてるし、こうやってね、早く持ってくれないのなんて、せかしてますけどもね。またペンギンさんね、よち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 こうやって歩いてますけどね、非常に足短く見えてますけど、これ今の私と同じような状態でね、実はかかとから下しか出てないんですね。あとこの部分はね、足の骨の部分っていうのはお腹の中に入ってます。どうなってるかなって言うとね、お腹の中でこの足の骨が折りたたまさってるんですね、このように。
で、あばらだけでは内臓、水圧を持たないときにね、内臓、体の中が守れないので、足の骨でね、水圧からお腹を守ったり、そんなような形になってますね、このクラスね。